はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、久しぶりに最近の毎日メイクを紹介していきたいと思います。結構ね、プチプラコスメとか韓国のコスメメインに使っていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、レッツゴー。はい、じゃあ今すっぴんで顔洗ってきたので、ここからメイクしていきたいと思います。じゃあまずは CNP ラボラトリーのプロポリスアンプルミストってね、化粧水のミストをしていきます。これめっちゃね、いい匂いするの。柑橘系の香りなのかな。しかもね、使った後めっちゃ肌の調子がいいから、最近はこの CNP をよく使ってます。じゃあまずはセザンヌの皮脂テカリ防止下地のピンクベージュを使います。やっぱりさ、夏はめちゃくちゃ私おでことお鼻がテカるので、これはもう毎年使ってます。これを T ゾーンですね、おでこと鼻、あとちょっとこのほうれい線とかにのせて伸ばします。もうでも最近さ、なんかあの暑さもあるけど、暑さよりも本当に湿気がやばくて、なんかもう前髪はもうぺちゃーんってなるしさ、なんかやっぱメイクもちょっとこうよれちゃうから、その点がめっちゃ腹立つ。そしたら次にこちら、ポール&ジョーのパールファンデーションプライマー004番を使います。これはですね、お正月くらいに免税店で買ったものなんですけど、最近おろしてめっちゃ気に入ってます。なんか、ね、手に出すとこう中のつぶつぶが割れて、でも若干つぶつぶで出てくるんですよ。でパール感がすごいので、めっちゃ最近気に入って使ってます。これをこのほっぺとか顎とか乾燥しやすい場所にのせて伸ばします。なんかね、香りもちょっとこうマスカットっぽい香りでね、めっちゃいい香りがするし、でなんか保湿感もたっぷりで、結構みずみずしいお肌になれるので、これね、このほっぺとかに使うとめっちゃいい。やっぱ私ポール&ジョーの下地が本当に好きですね。そしたらこちら、シカペアのリカバークリームを使います。これは昔しっかりとレビューしたことがあるんですけど、中が緑のクリームなのに、こう肌にのせるとね、ベージュっぽくなるんですよ。でこれはファンデーションじゃないんですよ。だからなんかお肌を鎮静して、こう保湿とかもしてくれながら、カバーも若干してくれるので、これまた最近ね、結構毎日使ってます。やっぱずっとファンデーションしてない人ってね、めっちゃお肌がツルツルで綺麗なんですよ。でそれに憧れてるのでまあファンデーション使うのも好きなんで、なんか結構気合入れてる日は使うようにしてるんですけど、何にもない日とか、まあ、別にそこまでめちゃくちゃ気合入れんでもいいかなって日は、このリカバークリームを使うようにしてます。でこれね、まあ、大体こう適当にもう塗りムラあるんですけど、伸ばしちゃったらクッションファンデのスポンジでもう叩き込めます。なんか昔は水を膨らますこういうスポンジとか使ってたんですけど、いちいちねちょっと濡らすのもめんどくさいし、意外とねクッションファンデのスポンジでしっかりと伸びてね、こう平らにしてくれるので、これを最近使ってます。ほらクマも隠してくれるので、めちゃくちゃねリカバークリームいいから本当におすすめ。結構9点とかで安くで売られてるのでね、ぜひチェックしてみてください。そしたらジョンソン&ジョンソンのベビーパウダーをおでこと鼻に振ります。使ってるこのブラシはユーアグラムダイソンのもので、100円か200円で購入したやつなんですけど、まあね、もうほんと春夏秋冬ベビーパウダー私は使ってるんですけど、夏は特にしっかりとこうね、もう叩き込むようにしてポン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 とやります。ベビーパウダーって本当にさ、お肌も全然傷まないし、なおかつねこういう油とかも吸収してサラッサラにしてくれるので、まあ、ここら辺のほっぺたとかに使うとめっちゃマット肌っていうか、もう粉って感じになるから使わないんですけど、こういう後々ねべっとりしてしまうところに塗るようにしてます。じゃあケイトのデザイニングアイブロウ 3D の限定カラーの EX7 番を使います。これが開けるとこんな感じで、ちょっとアッシュっぽいカラーです。私結構髪明るいので、使うのはねこの真ん中のカラーだけです。これを大きい筆にとって、で眉毛描いていきます。私ね、さっきちょうど眉毛ブリーチしたんだなんかやっぱ眉マスカラするのってすごいめんどくさいから、眉毛ブリーチをしてしまうと楽だし、やっぱ眉毛が明るくなるからね、結構垢抜けるので、眉毛ブリーチ本当におすすめ。もう15分もあれば脱げちゃうので。じゃあ片方だけやるとこんな感じなので、同じようにもう片方もやっていきます。じゃあ眉毛はこんな感じで出来上がりました。じゃあケイトのダブルラインフェイカーを使います。最近はね、先にちょっとこう影をこう作るようにしてるので、まずはここに涙袋の影を描いて、あとこのね、ここにちょっとこう口角をクイッと上げるようにします。なんかここ赤くない？
次にシェーディングをするんですけど、最近はこちらキャンメイクのシェーディングパウダーの04番を使ってます。これはすごいブルベ向きなカラーと言われていてね、ブルベの方にはめちゃくちゃ合うシェーディングで、私ずっと使ってなかったんですけど、最近髪色が結構ブルベっぽいカラーっていうか、ちょっとアッシュっぽいカラーなこともあって、これを愛用してます。なんかね、いつも使ってるセザンヌの普通の茶色を使うとやっぱりさ、髪色と合ってないからかすっごい浮くようになっちゃって、で気になったのでこれを新しくゲットしてみました。なんかこれは濃すぎず薄すぎずな発色で、結構マジで影っぽくなってくれるので、そこが結構気に入ってます。ただちょっとこの付属のブラシが密度が濃すぎて、私はちょっと使いづらいなと思いました。しっかりと顔周りもシェーディングしておきます。おでことこのエラの部分とちょっと顎も。でアイシャドウにはリーメルショコラスイートアイズの18番を使います。これは結構くすみピンクっぽいカラーでね、最近気に入ってます。アイシャドウは本当に日によっていろんなカラーを使ってるんですけど、私やっぱさ、いつもさオレンジ系を好んで買うからさ、あんまり今の髪色に合うアイシャドウを持ってないのでね、なんかおすすめのアイシャドウがあれば教えてください。じゃあ次にこのカラーをこのまつげの生え際から、まあ、1センチ程度のところにのせます。もうこれ本当にツヤ感もあるし、色も可愛いし発色もいいしで、めっちゃお気に入りで、ちょっとうっすら同じ色をこの目尻のところにものせておきます。なんかどうした。じゃあ次にこのカラーをこのまつげの生え際のところにのせます。でしっかりとこのね目尻のところを1センチくらいはみ出すように、ちょっとこう垂れ目に見えるように。でこの右下のカラーをこのね涙袋のところにのせます。これがさ明るすぎないカラーなので、めっちゃ涙袋に馴染んでくれて最近お気に入りです。そしたらヒロインマイクのスムースリキッドアイライナーのブラウンを使います。最近またねブラウンライナーにハマってるんですけど、目尻にこんな感じでちょっとこう垂れるように引きます。こんな感じです。じゃあ次にキャンメイクの極太マスカラのブラウンを使います。私ねこう腰がないというか太さがない薄いまつげなので、なんか太くなる感じのボリュームのあるやつを最近マスカラ使うようにしてます。これ結構ねしっかりと太くでついてくれるので気に入ってます。まつげパーマでも本当に楽、やっぱビューラーという工程がなくなるだけでかなりねメイクが時短になるし、すっぴんもね漏れるし、おすすめです。はい、そしたらこんな感じでつきました。めちゃくちゃ良くない？なんか本当に急にまつげに存在感が出ました。そしたらアイメイクはこんな感じです。じゃあチークにはクリオプリズムエアブラシアの01番ミューティッドピンクってカラーを使います。これが開けるとこんな感じです。ちょっとこうくすみピンクっぽいカラーなので、すごい可愛いしツヤ感もあって気に入ってるんですけど、これをブラシにとってもうちょっとこう横長にこんな感じでのせます。なんかやっぱ中顔面を短く見せたい場合はこうやって横長にチークをのせるのがいいみたいなので、最近は頬骨のこの笑ったら膨らむところにこう横にのせるようにしてます。なんか最近ねチークをちょっとこうがっつり濃いめに入れるようにしていて、私は結構顔色がね良くないことが多いので、やっぱねチークしっかり入れると写真も盛れるので、なるべくね濃く入れてます。あとちょっと残ったものを鼻と顎にものせていきます。じゃあリップは本当に日によって全然違うんですけど、この髪色にしてからよく使うようになったリップがこちらレブロンウルトラ HD マットリップカラーの18番、キスというカラーですね。これめっちゃ色が可愛くてすごいくすみピンクっぽい感じのねマットなリップです。じゃあこれを真ん中らへんでこんな感じでのせて、マッてして、で指で伸ばします。でちょっと足りないなってところは上から重ねます。すごい色がめっちゃさ女性らしい感じのカラーでね可愛いんですよ。あ、またハイライト忘れてた。ハイライトはいつも通りこのセザンヌパールグローハイライトの01番のシャンパンベージュを使います。指にとってこの鼻筋のこの目と目の間の部分と鼻先にチョンだけ、これだけですごいさ鼻が立体的に盛れて見える。でブラシにとってこのチークの上ですね、こことあとこの目の下の三角ゾーンに入れることによってここがこう立体感が出るからめっちゃツヤ肌にも見えるし、もう中顔面が短くなるっていう点が効いてます。あと顎ですね、やっぱ
これ本当に最高、めちゃくちゃお肌がツヤツヤです。はい、そしたらこんな感じでメイク完成したので、ちょっと髪の毛とかね、いろいろセットしてきます。ということでバイバイ。はい、そしたらこんな感じでメイクは完成しました。結構最近はちょっとこうナチュラルにメイクしてる感が薄い感じで、顔が盛れるように意識してメイクをしています。ぜひね、皆さんも気になったコスメとかあったらチェックしてみてください。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。参考になったよとかね、まあコスメ可愛いねって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバイ。